夏が過ぎ風あざみ、誰の憧れにさまよう、青空に残された私の心は夏模様。群馬の由美子です。こんにちは。今日は2022年9月9日朝陽の節句金曜日です。私は8月のお盆の過ぎたあたりの頃にですね、新潟の海に行ってきました。柏崎市、もう歩いて砂浜に行けるような旅館に泊まりまして、海を楽しんできました。それでね、ちょっと天気が、雨が降ったり晴れたりしたもんですから、朝からちょっと雨がパラパラしてたんで、今日はじゃあ長岡市の、水道公園っていう、旧中島水道っていうね、こうタルタリア物件に行ってみようっていうことで、柏崎市からね結構遠かったんです。40キロぐらいあって、新潟って広いんね。それで高速道路に乗って行ってきました。でね、行ってる時はこうバラバラ雨が降ってね、あらこれは、撮影ができるかしらって思ったんですけど、駐車場に着いたら雨が止んで、なんてラッキーなんでしょう。こんなもう晴れてきちゃってね。で、いろいろじっくり撮れました。見てください。ですね、信濃川沿いにある長岡市の水道公園なんですね。それがね、これはですね、口コミ何かしら、トラベル JP、 その口コミにねいいのがありましてね、巨大なチェスの駒のような水道タンクは昭和2年に建造、離れた場所からも特徴のある形を見ることができ、長岡の町のシンボルのような存在です。園内にあるポンプ室等、予備発電機室等、監視室等も同じく国の登録有形文化財に登録され、こちらも味わいの深い建物。公園からは河川敷の遊歩道に接続、河川敷側には展望台も設けられ、小高い場所から水道タンクや信濃川の風景を楽しむことができます。素晴らしい口コミ、タン吉さんという方の投稿ですね。だから昭和2年にこの水道タンクが作られたということで、これは、ポンプ室かな。このね、素敵でしょう、この青い、入り口ドアね、青く塗ってあって、そこは木製なんですけど、あとは石造りでね、でこの前に水が流れてるんですね。堀が作ってあるっていう感じですかね、小さな堀でね。つい最近まで動いてたみたいです。いつだったかね、平成5年だったかしら。うん、平成5年、1993年まで創業していたそうですよ。見てください、このなんて美しい装飾、これは素晴らしいですよね。よくね、映画のロケ地としても使われるんですってね。えすごいんですよ。で、まあ、割と小ぶりな建物が3つあるんですよね。その群馬県の昭和庁舎とかよりもちょっと小さめの、なんかこうロマンチックな感じでね、可愛らしいんですよ。特にね、あんまり情報はないんですけど、
公園として整備されたのがいつだったかな、最近平成時代にね、平成5年まで使われてて、その後全面改修、平成8年1996年に全面改修したんですって、この水道タンクがね。で、公園になったんですね。いい公園でした。すごく整備されてて、なんでしょうね、これ何だったんでしょう。やっぱり水関係だったんですかね。水のエネルギーを何か使っていたんでしょうか。そう、やっぱり信濃川沿いなんですよね。それで、ちょっとこうこの上なんていうんですか、ちょっと土手になってて、登ると向こうに信濃川があってですね、後から出てきますけど、あ、そう、信濃川そうだ、信濃川のところね、ビデオ撮ったつもりがね、撮れてなかったんですよね。じーっとゆっくり、今回はほらゆっくりカメラ動かせてるでしょう。じーっとね、上手になってきたなと思ってね、自分で。で、その信濃川の方の土手の上のところでね、あの AKB48 ってあのアイドルグループがあるでしょう、あの人たちがねプロモーションビデオを撮っているのを発見しました。ちょっとうまくここに差し込めるかどうかわからないんですけど、あの、まあ、静止画ぐらいちょっと挟めればいいなと思うんですけど、できなければあの YouTube のそのリンクを説明欄に書いておきますんで、お好きな方は見てみてください。このいろんなこの水道タンクとかね、このポンプ室とかも AKB48 のそのプロモーションビデオの中に映ってます。だいぶ映ってますよ、うん。まあね、セミがものすごい鳴いててね、すごかったですよね。セミの楽園みたいな感じでね、ミン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 言ってました。ちょっと別の話ですけどね、最近私ね、あのエクササイズ、ワークアウトって言うんですか、最近はそういうのがね毎日できるようになって、これは生まれて初めてのことなんです。私この1ヶ月半ぐらい元気が出てきまして、ちょっと食事療法でいろいろやってみましたら、試行錯誤の末にあの副腎疲労状態がかなり改善してきて、毎日運動ができるようになりまして、それであの YouTube のそのワークアウトビデオを見ながら一緒にねやってるんですよ。一緒にやってくれるのがいいんですね、あれね。でね、そうですね、そう、今までは本当に三日坊主にもならない、一日坊主、もう一日やったらその次の日はもう続かない、一日しかやったことないっていう感じでした、今までね。何やっても続かない、あら、こんなんでどうしようかしらと思って、そしたら、まあ、食べ物ってね良くなってきてね、 ATP がいっぱい作れるようになってきたのかな、うん。そうそう、糖質制限が正義だと思ってたんですけど、なんかそれ、糖質制限がうまくいく人、糖質制限でも元気に動ける人ってやっぱり男の人で、筋肉がムキムキある人みたいですね。こう女の人とか病弱な人なんか、老人とかはちょっと無理みたいですね。あのミトコンドリアが弱い、うまく動いてないってことで、だからミトコンドリアが ATP という私たちが動く原動力をね、いっぱい作ってくれるんですよ。だけどそのミトコンドリアちゃんが弱いってことはあんまり作れないから、 ATP が、だからしょうがない、ご飯を食べてブドウ糖で、やっぱりブドウ糖だとちょっと、あのブドウ糖だとちょっとしかってことない、解糖系っていうね、あのエネルギーを作るあのシステムからだと、まあ一つ、なんていうんですかね、1
ブドウ糖1入れたとしたら2つの ATP が作れるんですけど、ミトコンドリアだと36とか作れるんですね。だからミトコンドリアが弱い感じの人は、ちょっとまだというか糖質制限するとどんどん弱っちゃうですね。だから原料のブドウ糖であるお米を食べて動けるようにして、そして筋トレをしてミトコンドリアを増やす、これがいい方順番かしらと思います。まあそういうことで私今筋トレまでできる段階まで来ました。それでね、私今一押しのね、YouTube のそのチャンネルがですね、ホアシフィットネスっていう、ホアシさんっていうね、元オリンピック の選手のですね、エアロビの選手ですね、そのホアシさんっていう男の人が2分半でやってくれるんですよ、そのエアロビ的な、もっと簡単なあれですね、それが、食後、まあ、30分ぐらいの時に、もうちょっと早くてもいいですけど、ちょっと運動すると、軽い運動でいいんですね。そうすると食後の高血糖が予防できるっていうことで、血糖値がポッと下がるんですね、上がらないっていうかね。それは私栄養の先生にも聞いてて、その先生はもう30分以内に屈伸を20回するだけで違うんだって、その自分で血糖値測る装置つけて試した結果、20回屈伸、または500メーターちょっと早めに歩くと、もうそれぐらいで血糖値が下がるんですよって。ああそうなんだ、血糖値が下がるってことは脂肪にならないってことですからね、インスリンがあんま出ないってことで、いやこれはね知らなかった。まあそういうわけでホアシーフィットネスをね、食後にいつも最近やってるんですけど、2分半ですからとってもおすすめです。あそう、この今ちょっと出てます、このねテラスの感じがね、群馬県の昭和庁舎とかとすごい似てる感じだから、同じ文化の人たちが建てたんじゃないかなって思います。でこれがね素敵なんですよ、この何このなんていうの、丸い楕円の石にこうお花がついてて、これがちょっと青くてね、なんていうんでしょう、ラピスラズリみたいな色ですよね、綺麗でね、もともと色がついてた時どんなんだったんだろうと思ってね、ちょっと面白いですよね、この半円形の模様がね。であとねもう一人セクシーさんという人がいて、その人のバックランジダイエット、これ今ね73万回ぐらい再生してます。これバックランジを20回を3セット、これもね一緒にやってくれるんです。これはねこの今映ってるこの動画の7分10秒ぐらいのところから一緒にじゃあやっていきましょうっつって、このぐらいのテンポでやりますって一緒にやってくれるんでね、私もテーブルにつかまりながらね、本当は何もつかまらないでできればいいんですけど、もう私のようなのはね安全第一でやってます。あと好きなのはマッスルさん、マッスルさんのエクササイズはね、なんかこうなんでしょう、あこのエクササイズはマッスルさんオリジナルなんですって、僕が考えましたって言ってね、得意げでね可愛かったですねマッスルさん。でこれもね全身なんか動くんですよね、だけどそんなに広いスペースはいらなくてねいいですね。さっきセクシーさんは私ちょっとムキムキの人実は苦手なんですけど、でもこのセクシーさんすごいいい人な感じがするんですよね、話聞いてて大人のね人でね、すごいいい人だなって感じで、このマッスルさんもね
優しさを感じるんですよね、マッスルさんからは。すごく優しい男の人だなって。だからあのきつい運動をあまりやってない気がしますね。その普通の女の人ができるような運動を教えてくれてるんです。あ、ほら見てください、このね、あの青い色、うん。あ、それでね、ここはあの、丘で、丘があってですね、丘、ちょっと私の指が入ってますけど、で丘の上に、まあ、ちょっと座るとこがあって、そこから、公園を眺め渡すことができるんですね。見渡すことができます。いい公園でしょう。ねえ、夏の夕、あ、ほら水道、これは水道タンクなんでしょうね。色がまた綺麗でね、赤い色をつけてあってかわいい。あの群馬県の前橋市の敷島の水道タンクもちょっと変わったね、タルタルしたもので、私の動画で一度ちょっと上げましたけれども、あれも保存されるといいなって思うんですけど、ダメかな、うん。でこの向こうが、信濃川なんですよ。で取水塔っていうのもあって、それと、ね、ビデオ撮ったつもりが撮れてませんでした、残念です。でこういうねアスレチックもあって、子どもさんも十分長いこと楽しめそうな、公園でした。